朝日新聞の報道に端を発する LINE 騒動が波紋を広げていますね。これは本当に朝日よくやったなと思うんですよ。さらに続報を出していて、 LINE のトークに投稿された全ての画像と動画を韓国内のサーバーに保管していることが分かったとしています。さらに韓国のサーバーには氏名や住所などは含まれていないとしているんですが、 LINE Pay の取引情報も置かれているそうです。費用面の問題なんかもありますから、一概にじゃあ海外に置くのがダメかって言ったら、ちょっとそうとも言い切れないんじゃないかなっていう部分もあるんですけど、まあ、国が国なだけにね。この件は他の報道機関も報じていますし、国会でも問題になりました。今や LINE って自治体や国の機関でも広報に使っていたりするわけですよ。しかしこれも流れが変わりつつありますね。今日武田総務省は閣議後の記者会見で、 LINE を通じた同省の採用活動や意見募集の情報提供を当面の間停止する方針を明らかにしています。で、今各省庁調査を進めているということなんですが、大丈夫ですかね。そんな中、ある意味日本政府よりもセキュリティ万全な方もいるようです。マツコデラックスが3月12日放送のマツコ&有吉かりそめ天国で LINE を始めようか考えていることを語った。マツコは LINE について、ずっと何にもやってこなかったから恐怖なのよ、全部丸裸にされるんじゃないかってと警戒しているという。それでも周囲から、いい加減 LINE やってくれ、もう迷惑だって、お前だけメールで返すからめんどくさいと言われていることを明かす。一方、有吉弘行は LINE は一時やっていた、ショートメール一本だから無骨と苦笑、そもそも連絡取らないとし、税理士からじゃあ LINE でと言われることもあるがやってないんですと返すことを語っていた。強いですね。ある意味そういう恐怖心が一番安全なのかもしれない。というかこれって LINE 問題が報道される前の放送なので、まあ、今となっては先見性があったんじゃないかなと思います。でもどうなんでしょうね、こういうことを突き通せるのってある程度の人じゃないと難しいんじゃないかなとも思います。今やマツコさんも有吉さんもテレビ業界においてかなり大物なわけですよね。だからこそ突き通せるという面もあるんじゃないでしょうか。僕もそうなんですけど、やっぱり周りが使ってると迎合しちゃうっていうのはあるじゃないですか。なんなら国とか自治体が相当迎合しちゃって、かなり根深いところまで入り込んでいますからね。そういう状況なのに突き通せるのが本当にすごい。だって LINE って8600万人とか使ってるわけですよね。だからすごいわ。政府の業務では使っていないにしても、平井デジタル省のように個人レベルではまだ、まあ、使う方向性っていうのを示している方もいますよね。個人の自由ではあるんですけれども、閣僚だしちょっとは考えていただきたいなと思います。僕自身はメッセージのやり取り自体がそんな、なんていうかな、好みではないので、万が一今 LINE がなくなったとしてもそんな困んないだろうなと。だって本当に連絡取りたかったら、まあ、ショートメールでも何でもいいわけじゃないですか。いや、まあ実際連絡だけだったらショートメールでいいんですよ。というところで今日は以上です。チャンネル登録もぜひお願いします。